エレオノーレ・ユリアーネ、エレオノーレ・ユリアーネ・フォン、ブランデンブルク・アンスバッハは、ドイツのブランデンブルク・アンスバッハ編境博家の、高女で、ビュルテンベルク・ビン・レンタール・コ・フリードリヒカールの妻。ブランデンブルク・アンスバッハ編境博・アルブレヒトと、その2番目の妻でエッティンゲン・エッティンゲン博、ヨアヒム・エルンストの娘であるゾフィー・ーマルガレートの間の、第5子、三女として生まれた。 父にとっては6番目の娘である。1682年10月31日にアンスバッハにおいて、当時はビュルテンベルク公領の摂政を務めていたフリードリヒカールと結婚した。夫は同年、結婚記念の貨幣を発行させている。1698年に夫と死別し、1710年に娘のクリスティアーネシャルロッテが、老いの返教博。 ビルヘルム・フリードリヒに嫁いだ際、娘と一緒に故郷に戻った。信仰のあった、福音派の神学者、アウグスト・ヘルマン・フランケを支援したほか、自ら教会音楽の作曲も手掛けた。死後、シュトゥットガルト三次会教会に埋葬された。夫との間に五難二女の七人の子女を設けた。ありがとうございます。